ただいま、やっていきましょう。プラスティックメモリーズですね。やっていこう。さて、部屋に戻ろうとした時に人影がいたというとこですね。アイラと喧嘩した後です。アイラが一人、部屋にも入らず、壁に背を持たせかけて佇んでいる。もしかして、俺が帰ってくるのを待ってた。アイラは俺がここに来るよりも前からいつもあんな風に一人でいたんだろうか。和樹さんとのコンビを解消してから3年近く、アイラはあの部屋で一人で生活をしていたって聞いた。自分の手に持っているものへと視線を落とす。へんてこなマスコットキャラクターのキーホルダーだった。遊園地で買ってきたんだ。ただアイラッチって人からのプレゼントとか絶対受け取ろうとしなくて。ああ、エルッチが来たか。ここで俺は意を決してアイラの元へと歩み寄った。すぐに気づいたのか、アイラが顔を上げる。今にも泣き出しそうな表情をしていた。ただいま。ただいま。これ遊園地で買ってきたんだ。もらってほしい。俺がそう言ってもアイラは立ち尽くしたままで、俺はその手を取って少し強引にキーホルダーを握らせた。あ、いらないなら後で捨ててもいいから。司、ん、さっきは先に帰ってごめんなさい。こっちこそ無理に誘ってごめん。あのさ、アイラ。この気まずさを打開するために、俺は今日買ってきたハーブが入った紙袋を掲げて見せた。これでお茶入れてくれない？うん。アイラが入れたてのハーブティーをティーポットからマグカップに注いでくれる。差し出されたそれを俺は落とさないように慎重に受け取った。ありがとう。一口飲むとハーブの爽やかな香りが鼻の奥に広がった。これがアイラの好きな味なのかな。うん、美味しい。俺の感想にアイラは微笑みを返してくれて、俺と向き合う形でスツールに腰掛け、二人だけのティータイムに付き合ってくれた。朝、目覚ましのアラーム音で目を覚ました俺はベッドから身を起こした。やばいな。これは、アニメとか漫画と隣にアイラが寝てるパターンだぞ。あくびをかみ殺しつつ、ロフトから階段を降りていく。あれ寝てなかったわ。降りてっちゃった。ちょうど、アイラがトイレから出てきたところだった。アイラ、おはよう。おはよう。おはよう。今、なんて。おはよう。おはよう。うわあ、おはよう、おはよう、おはよう。つかさのテンションおかしいんだよ。つかさのテンションの上がり方おかしいんだよな。わかるけどさ。おはよう。つかさ、朝っぱらからうるさい。よーし、今回のミチルはセーフだな。すっかり興奮して一人で騒いでいたら、隣からミチルがいつものように怒鳴り込んできた。壁薄いのかな。聞いてよミチル、今おはようってアイラが。はぁ、やったー、俺感動しちゃった、やったー。ところが当のアイラは俺の興奮なんて他人事のように着替えを始めているところで。着替え中じゃないの。なんでミチルちゃんはさ、タイミング悪いの。あんたは表に出てろ。ミチルが急にすごい剣幕で怒ってきて、俺は部屋から追い出されてしまった。
俺はそれでもガッツポーズを取るくらいにはテンションが上がったままだった。アイラが部屋にいるときに挨拶を返してくれたんだ。そんな些細なことなのにすごく嬉しかった。昨日一緒にデートして先に帰られたときには本気で絶望したけど、結果的にあれがきっかけで何かが変わったような、そんな気がする。スカサ。スカサ。え？え？あんたね、アイラの着替え姿を思い出してニヤニヤしてんじゃないわよ。気持ち悪い。そんなんじゃないって。っていうか俺今ニヤニヤしてた？思いっきりしてた。そういえばこの前司が変な本を読んでるの見かけたやべやべデートの本だやべパイセンやめてパイセン変な本なんだったっけああそうそうラブラブ新婚生活マニュアルとかなんとかどこで手に入れたの古本屋ってデートマニュアルだったかな うわっ誰にも見られないようにかなり警戒していたのどこで見られていたんだどういうことハッキングかバイセンいや買ったけど参考にならなかったしアイラこんなやつと一緒で本当に大丈夫なのいやまあデートの準備してるのは褒めてよデートに気合い入れて準備してんだからそれは責めないでよそれを責められると辛いじゃないかみちるちゃん司なら平気なので平気なのでアイラアイラよし、当の本人のカードが入った。オッケー。サレミチル。アイラがいいって言うなら別にいいんだけど。なんだろう。今の一言で涙が出そうだくらい感動感激した。スカさん、あんた机くらい少しは整理したらどうなの？ミチルちゃんそんな怒りの行きどころがないかってやつ当たりやめてよ。完全にやつ当たりやんそれ。机？言われた通り整理整頓ができていなかった。そうよ。ニヤついてる暇があったらそれぐらいシャンとしなさいよいちるいちるごめんすぐにやるよふんふんとカズキさんがホワイトボードの前に立ったどうしたそこホワイトボードなの机の上に立ってない大丈夫よし今週の仕事割り振るぞうっす第一ターミナルサービスでは週に一度こんなゆるい感じでビーティングが開かれる販売されたギフティアの回収まで残り1ヶ月を切ると、本社はそのギフティアを回収対象としてリストアップし、各地域のターミナルサービスへと情報を送ってくるんだけど、どの回収対象をどのコンビが担当するのか、それを決めるのがこのミーティングだった。と言っても、決めるのはほぼ和樹さんの一存だ。コンビごとの特性と回収対象、所有者との相性を考慮して、決めているって聞いた。本当かな？和樹さんはホワイトボードに7枚のギフティアの顔写真を貼り付けていく。第一ターミナルサービスが管轄する区域内で、今週新たに回収対象となったのは、その7人っていうことになる。どれくらい第一ターミナルサービスの区域が広いのかわかんないけど、月1でだいたい7人とかってなると、日本規模で言うと結構な数出てんのか、やっぱり。レンさんが回収対象の情報をまとめたファイルを僕ら全員に配ってくれた。今時、紙のファイルに出力して配るなんて、かなりアナクロだけど、これがターミナルサービスの伝統らしい。特にこだわりがあって、そうしているわけでもないらしいけど。今週の新規案件は7件だ。ミチル、お前はミネルバとカールを担当しろ。ミネルバのオーナーが厄介そうだから気をつけとけよ。おお、ミチルちゃんはじゃあだいぶ信頼されてるね。厄介そうなお客さんが担当になるのは。ゲーゲー、ロシアの外交官か。そんなのまであんの？ザック君ならロシア語は大丈夫だろ？ペラペラだよ。スパシーバ。スパシーバ、どういう意味ですか？どういう意味ですか？ちょっと待って、喉が、ちょっと待ってね。オッケー。で、安高にはって、おい、シェリー、安高は？連絡がつきません。またかよ。いつも通りなのか。担当分については、私から安高に伝えます。まあ、いつも通りなんだろうね。
頼むわ。担当はジミーとアメリアな。で、司の担当はマーシャ。マーシャ、マーシャですか。はい。すると、ミチルがマーシャのファイルを見ながら手を挙げた。どうした？カズキさん、その仕事、私の方が向いてるんじゃ。なんで？女の子？そうなんだが、今回は司に経験積ませようと思ってな。おう。ん？どういうこと？どういう意味だろう。俺も改めてマーシャのファイルを見てみた。回収対象はマーシャ。所有者は、若苗ソータ、8歳。え、子供？生まれた時からってこと？うわ、若苗ソータくんには、他に家族は、なし。いやー、きつ。そんな子から家族を取り上げると。問題が起きそうだったらすぐに言え。あ、はい。以上。なんか連絡事項あるか？本社から通達が来てました。最近闇回収屋の動きが目立ってきてるそうなんで注意してください。来たか闇回収屋なんだ闇回収屋って、新しい勢力が現れたな。闇回収屋って、え、なんだろう、初めて聞いた言葉だ。まだ2週間だもんね。うちの名前を語ってギフティアを回収してくクズどもか。ああ、そういうのいるんだ。え、それって犯罪じゃないですか。もちろんそうだよ。アンドロイドの処分は、そのアンドロイドを製造販売したメーカーが責任を持って行わなくちゃいけない決まりだ。関係ない業者が勝手に連れて行っちゃうのは、アンドロイド保護法に違反している。目的は何なんでしょう。ギフティアを解体してパーツごとに非合法に売りさばくのです。ああ、なんか一回アイラが、アンドロイドのパーツは高値で取引されているらしいですから。うん。なんか一回アイラが捕まるパターンのイベントありそう。こういうの。いや、闇回収屋にアイラが捕まるパターンがありそうだな。我々の頭脳の部分は特にいいですね。寿命を迎えた後のギフティアでも変わりません。そんな。連中も最近はかなり組織化されていてね。買う人は何のために。警察も手を焼いているらしいんだ。もし仕事中に怪しい人間を見かけたら、すぐ報告して。あと、できるだけ仕事は効率的にね。最後に課長が申し訳なさそうに付け加えて、ミーティングは終わった。アンドロイドチルドレン？アンドロイドチルドレン。あ、なるほどね。アンドロイドに育てられた子供たちってこと。そう。何らかの都合で実の親と別れて、アンドロイドに育てられた子供のことだよね。そういう意味だよね。やっぱそれが今回の若苗ソータくんのケースに当たるのだという。つまり所有者であるソータくんはマーシャが親代わりっていうことか。それを取り上げるのか。何か気をつけることはある？それはケースバイケース。例えば今後生活していく施設を一緒に探してあげたりとかってわけ。ああ、まあそういうことになるのかな。今日用意してきた書類の中にはそういう施設のパンフレットも入っていた。和樹さんが事前に用意してくれていて、俺たちが出かける前に渡してくれたんだ。本来はターミナルサービスがそこまで面倒を見る必要はないんだけど、でもうちにはうちのやり方がある。そういうことですよね、和樹さん。ソータ君とマーシャの住居は14階から15階のマンションがいくつも並ぶ高級団地にあった。マーシャが働いているっていうよりは、ソータ君の両親が残した遺産があって、それを切り崩して生活しているんだろう。アンドロイドチルドレンっていう初めてのケースなだけに、インターホンを押すときには、俺もアイラと同じように緊張しちゃったわけだけど。どっち？あ、マーシャね。ターミナルサービスの人だよね。マーシャさんだよね。うん、そうだよね。あ、はい。笑顔で出迎えられ、かなり驚いた。水垣司です。どうも。どうも。マーシャは俺の手を握ると、ブンブンと上下に振り回した。彼女はアイラ。よろしく、アイラちゃん。ああ、アイラ持ってかれてるな。もう押し負けてる、早くも。挨拶すると同時に、マーシャはいきなりアイラに抱きついた。
アイラは突然のことに対応できなくて目を白黒させていた。部屋の中へと俺たちを案内したマーシャはそのまま台所に入り、テキパキとお茶の準備を始めた。うん、適当に座ってて。マーシャは何歳設定なんだろうね。ソータならもうそろそろ学校から帰ってくると思うから。声高いな。部屋には写真がいくつか飾ってあった。4人で写っているものと2人で写っているもの、割合は半々ぐらいかな。4人で写っている写真にはマーシャとソータ君、そしてソータの両親と思われる男女の姿がある。4人とも笑顔だ。なるほど、そういうことか。一人になったからマーシャが来たわけではなくて、両親がいる時代からってことか。ってことは親というよりはお姉さんか。二人で写ってる写真は当然ながらマーシャとソータ君の二人だけ。それでも二人とも仲睦まじく笑っている。マーシャが台所から出てきてテーブルにお茶を置いてくれた。お茶を置いてくれたタイミングで質問してみた。仲いいんですね。あの子本当甘えん坊で、ずっと二人一緒だったから私がいなくなったら一人でやっていけるのかなってちょっと心配してるんだ。まあマーシャたちギフティアはある種自分の行く末を分かった上で生活してきてるわけだから、まあアイラもそうだけど、アイラもなんかそんな感じなね態度取ってるけど、覚悟はある種できてんだろうね、ずっと前から。でもソータ君はっていう感じか。あの写真に写っているのはソータ君のご両親？うん、3年前に亡くなっちゃったんだけどね。3年前か。でもでもすっごく優しい人たちだったんだよ。私にも本当の娘みたいに接してくれたし、例えば休みの日にはママと一緒によくお買い物に行ったりしてね、パパとソータの服を私とママとで選ぶの。パパがね、服のセンス最悪でさ、だから全部ママ任せ。ママはとってもおしゃれなの、近所でも評判だったんだから。まあそれは許してよ。パパのことは許してあげて。まパパにも素敵なところはいっぱいあったんだけど、ね、でしょ。特にスポーツをやらせたらプロ並みに上手くて。マジか。ソータと3人でテニスとかジョギングとかいろいろやったんだよ。なるほどね、お父さんは運動神経いいんだ。ソータが途中で音を上げるとね、ママがニコニコしながらケーキを焼いて持ってきてくれるの。これが世界一美味しくて。あーマーシャちゃん大好きだね、家族のこと。またその話？ソータくんの声ちょっと意外だったの、女の子の声みたい。マーシャの話に聞き入っていたら急に玄関の方から声がした。見ると小学生くらいの男の子が靴を脱いで入ってきたところだった。あ、ソータお帰り。その人たち誰？ああ、女の人が声当ててる。なんか女の子の声みたいだったけど、さっきのターミナルサービスの人、前に話したよね。俺とアイラが頭を下げてもソータ君はムスッとしたままだった。マーシャの話信じない方がいいよ、嘘ばっかりだから。どうなってんの、どうなってんの、あれこれどうなってんの。今の俺とアイラに向けて言ったの。ソータ、司くんたち困ってるでしょ。嘘ばっかりってどういうことだろう。ソータ君、今日は君に同意書のサインをもらいに来たんだ。ソータ君は俺が持っているファイルをチラッと一別した。名前書けばいいの？書いたらすぐに連れてっちゃってよ。ちょっと待って。もういらないから。逆パターン。何これ、どういうこと。抵抗されるんじゃないの？なんだって。いらないってどういう。そのまんまだけど分かんないの？バカじゃん。なんか喧嘩したのか、事前に二人で。マーシャちゃんが先に説明したんだろうな、そういうことか。ほら、お客さんにそういう口の聞き方しちゃダメ。マーシャの言うことなんか聞くもんか。そういうこと言うなら今日はおやつ抜きだからね。うるさいな、ギフティアのくせに。そういうことか、思ってたパターンと逆か。仲直りさせなきゃいけないのか。ソータ君はおもむろに俺から書類の入ったファイルを奪い取った。中身について
確認しようともせずに、回収同意書にサインしようとする。それを見て、俺は慌てて、ソータ君を止めた。ちょっとちょっと、ストップストップ！こんな状態じゃ、サインはもらえないよ。もともと、ソータ君でもわかるように、書類の内容を説明するつもりでいたけど、さすがに、この状況じゃ、それもできそうにない。なんだよ、僕はマーシャを連れてけって言ってんのに。わかったぞ。お兄ちゃんたちもギフティアなんでしょ。ギフティアは僕に嘘ばっかりつくんだ。マーシャちゃんが多分、両親が亡くなった時に、ずっとそばにいてあげるっていうようなことを言ったのかな。それを信じてきたのかな、ソータ君も。嘘？ソータなんてこと言うの？パパがいつも言ってたでしょ？相手を思いやれない人は幸せになれないんだよ。知らないよ。パパとかママのことなんてちっとも覚えてないし。ソータ。パパとママの話だって、どうせマーシャの嘘に決まってる。ん？ん？なんだこれ、どうなってる？小さい頃だったから記憶がないとかじゃなくて写真もあるし。ん？ずっと一緒にいてくれるっていうのも嘘だったんだから、うん、そうだよ、きっとそうに違いないんだ。まあ、やっぱその発言をしたのか。ソータ君はそこでまたそこまでまくし立てると家から飛び出していった。そうか、そうだよな、両親亡くなった子にギフティアであるマーシャちゃんは自分がいなくなるタイミングまで分かっていたけど、彼を支えたかったんだよな。困っちゃったな。ソータはパパとママが生きていた頃のことほとんど覚えてないの。事故で記憶喪失とかそういうこと？それとも幼いから？だから私この3年でその頃の思い出をたくさん話して聞かせてきたんだけどな。うん。この前私が寿命のことを話してからずっとあんな調子で。まあそういうことだよね。結局この日には同意書にサインをもらうことなく帰ることになった。この日はさてっと、困ったな。これは思ったよりも複雑な状況みたいだ。アイラ、どう思う？ミチルに相談してみるべき。え、ミチル？なんで？ミチルもアンドロイドチルドレンなので。そうなの？そうだ。ミチルがアンドロイドチルドレンだって。まあ、確かにこの年でここで働いてるのはちょっと違和感あったけど、早速会社に戻ってミチルに相談してみた。だからミチルも最初に私が担当するべきって言ったのか。嘘ね。ミチルはしみじみとした様子で俺の話にうなずいた。なんとなくわかる気がする。ミチルちゃんを、ミチルちゃんも育ててくれたアンドロイドと別れしたんだもんね、ギフティアと。彼は今自分が何者なのかわからなくなってるんじゃない？ああ、記憶も信じられないってなると。何者なのか。マーシャが悪いわけじゃないんだろうけど、そのソータって子、寿命のことを聞いてふと我に返っちゃったのかも。マーシャはギフティアで本当の家族じゃないって。それで彼女から聞かされていた実の両親のことまで嘘なんじゃないかって疑うようになったっていうこと？自分が何者なのかわからなくなるってかなりの恐怖よ。怪盗サイも言ってた。怪盗サイも言ってた、そんなこと。マーシャの話信じない方がいいよ、嘘ばっかりだから。なんとかできないかな。大切なのは自分はちゃんと愛されてたんだって信じさせることだと思う。ああ、信じさせるか。なんなら私が手伝ってあげてもいいけど。本当に助かるよ、アイラにも伝えておくから。あ、ん？とミチルは急にハッとしてお茶首中のアイラを見た。やっぱり今のなし。つこさなんかには手を貸してあげない。ん？どういうこと？え？なんで？なんでそうなる？なんでもよ。
アイラがせっかく司と打ち解けてきてるんだから、そこでミチルが出しゃばらない方がいいもんね。そういうことを察したの。本当になんか違わない？そういうこと？そういうことなの、パイセン？ザック！あ、そういうことですか。なるほど。すごくわかりやすい説明をありがとう、ザック。わかり合ってんな、本当にザックとミチルちゃんは。パイセン。それと、気を使ってくれてありがとう、ミチル。なるほどね。気遣える女、ミチルね。翌日、ミチルからアドバイスを受けて、この日も俺とアイラは、マーシャの元を訪ねた。なんとか、ソータ君が幼い頃の記憶を取り戻すことはできないかと思ったんだ。昼間ということもあって、ソータ君は学校に行っている。この時間がチャンスだ。俺たちが真っ先に目をつけたのはアルバムだ。また、まだご両親がご健在だった頃、なった頃のものも含めて、思い出のアルバムはたくさんある。こうした写真の中から、ソータ君が記憶を取り戻すきっかけとなるようなヒントが見つからないかと思ったんだ。これで全部だよ。全部か。どうも。マーシャが何冊ものアルバムを棚から引っ張り出してきてくれた。そのうちの一冊を開いてみる。そこには今より小さなソータ君とマーシャ、そしてご両親が笑顔で一緒に写っている写真が並んでいた。わあ、懐かしいな。これソータの5歳の誕生日だ。明日でちょうど3年か。明日ソータ君の誕生日なんですか？うん、そうなの。あ、これと、マーシャがアルバムの中の一枚の写真を指さした。ああ、それはケーキに立てられた5本のろうそくを今にも吹き消そうとしているソータ君を写した写真だ、写したものだった。いちごの数すげえな。なんか、こういうの、いちごも年の数分じゃないの。なんかそういうイメージがあるけど、すごいな。いちごタルト、とっても美味しそうでしょ？美味しそうね。ママの手作りだったんだ。あ、手作りなんだ。へえ、お母さん料理うまいね。いちごタルトを作らせたら、ママは世界一なの。あんまり美味しかったから、ソータがほとんど一人で食べちゃったんだけどね。ああ、マシャちゃんも食べたかったんだろうな。まあ、ギフティアは食事いらないのかもしれないけど。私もイチゴ並べるの手伝ったんだよ。そうなの？真ん中に特別大きいイチゴを乗せると見栄えが良くなるの。それお母さんに教えてもらったのかな。すごい楽しそうですね。でもソータ君はこの時のことも覚えてない。写真だってあるのに。うん、この写真を撮ったのがバーシャちゃんなんだろうね。やっぱりショックだったのかもね。パパとママが亡くなってからしばらくはあの子をずっと塞ぎ込んでたから。まあそうだよね。でもだからって二人のことを嘘だなんて思わないでほしいんだ。私はいくら嘘つき呼ばわりされてもいいけど。とアルバムのページをめくった表紙に間に挟まっていたらしい紙片がひらひらと床に落ちた。はい。じゃあ一旦ここで、時間だいぶ来てるので休憩しますね。いや、なんか、逆のパターンか。ちょっとびっくりしたな。てっきり抵抗されるもんだとばっかり思ってたけど、逆に持ってけ、この野郎みたいな感じなのか。そっか、そういうことも起こるんだね。なるほどね。はい。ありがとうございました。ありがとうね。